演舞開演。どうも、昨日うちに綾瀬はるかさんが来てくれました。やっぱり綺麗ですねと、まあ冗談は置いておくとして、昨日コカ・コーラさんよりこちらが届きました。重い。この前のジョージアの時に、なんだか高級感があるなぁ。では、このグラスを開けてみますね。これ、こんなのが入ってる。これ、お店とかで出てくるやつによく使われてるような気がしますね。それが家庭でも味わえるってことなんでしょうか。そして、これに入れて飲んでくださいと言わんばかりのこちらのコカ・コーラゼロ。炭酸苦手なんだけど、隠すと一見にしかず挑戦してみます。では飲んでみます。形式があるのでそこまで美味しくは飲めないのですが、まあ飲めなくはないですね。昔よりも炭酸への感覚は鈍くなっちゃったのかな。それじゃ悪い人になるな。またこれはカロリーゼロのコカ・コーラなので、それでもあるのかもしれません。なんかでもシュワーっとは結構きましたね。ですが、このグラスが当たってくれたのは嬉しいです。もっとこれでいろいろ飲んでみたいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。乾杯。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。